ケンシです。西成動画です。西成グルメ動画です。イカ焼きを食べたくはないですか？西成でイカ焼き、実はね100円であります。見てください。どうぞ、こちらの左側なんですけど、ミキさんですよね。ミキさんのお店でイカ焼き100円です。注文させていただきます。あ、すいません、あのイカ焼きの素焼きを2枚、はい、ビールとか置いてますかね？ビールあるよ。ビール何ありますかね？ビール生しかない。あ、生ね、はい、ほら生とイケアグルートの同じで出してもらったらいいです。はい、こちらで食べます。はい、2枚です。はい、食べていきます。あ、食べていきます。あ、ここで食べます。まあ、イカ焼きを焼いてもらってます。でこちら行くと気楽があります。あのコールマンじゃないですか。いいっすね。でこれどうかっていうくらい灰皿が大きいっすね。油で揚げるんやったらもっと深いから、もうこの油使われ。これ素焼きね。あ、はい、はい、はい、お足、うん、いや結構でも美味しそう、うん、あ、すごい、あのいいタレの匂いが。はい、そしたら、はい、600円ね。はい、いや匂いがすごい、ええ匂い。ではいただきます。うん、まあ、あのイカ焼きって言うたらこのギューッと圧縮するでしょ。だから薄いんだけども、このアルデンテ級のこの歯ごたえ、これがイカ焼きじゃないですか。でイカの風味もプラスされて、ソースベースのタレ、これがねビールをそするわけですよ。うん、小さい頃ね、子供の頃、駄菓子屋でたこ焼きがね1個10円で売ってたんですよ。今そんなんないでしょ。子供が子供のこの小遣いで買える粉もんって書いたんですよ。今も値上がってるんですけども、西成文化まだ残ってますね。100円のこのイカ焼き、100円のたこ焼き、あとは100円のお好み焼き、いいですね西成。うん、美味しくいただきました。